これから歌う曲は随分以前に書いた曲なんですけれども、これはいわゆる男と女のラブソングという形で受け取っていただいても、まあ一向に構わないんですが、僕としてはもうちょっと広い意味の愛について歌った曲です。それは例えば親と子であるとか、あるいは兄弟であるとか、そんな家族といった社会の最小単位、それから友人、仕事の仲間、あるいはまあ学生時代の仲間であると、そしてある地域にたまたま一緒にいた、なんていうのかな、地域的なつながりのある人たち、そんな小さなコミュニティが一つ一つ集まってできている社会、そんな社会の中でとても大事な気持ち、誰かが誰かをとても愛おしいと思う気持ち、それから誰かが誰かをとても大切にしたいなと思う気持ち、そんな気持ちを歌いたいなと思って作った曲です。今日はこの曲をここにいるすべての皆さん、そして今日ここに来れなかったすべての皆さんに、僕からすべての愛おしい皆さんに捧げたいと思います。
私は誰よ charming and ダイアンズ・グロー